あそこがきっと目指すべき頂上だね。行きます、一発で決めます。はい、よっしょ、どうどうどう、頑張れ、かぼちゃ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 、なんか引っかかってるな、これなんか引っかかってない、かぼちゃかぼちゃ。さて今回はね、ヒューマンの難しいテクニックを練習できるという面白そうなコースを見つけたんで遊んでいきます。こちら、よいしょと、あ、海ですね、これは。こっちこっち、なんかね、こっちにね、どうやらヒューマンのいろんな難しいテクニックあるじゃないですか。あれらをね、どうやら練習しながら進んでクリアしていくようなコースになってるようでして、とても楽しみですね。チューズランゲージ、これ日本語、英語でもいいけどね、まあ日本語にしとこうか、一応ね。はい、左の看板はチェックポイントワープできるってことかな。さあ、じゃあ右の看板読んでいきましょう。チェックポイント1、壁を横に移動。この、チェックポイント9まであるから、多分9ギミックというかな、9ステージで構成された、ステージになってるんだと思います。チェックポイント1、壁を横に移動。そしてチェックポイント2、カタパルトを素早く巻き上げる。飛び込み板を使ってジャンプ、これが3だね。そして4番目、壁登り。壁登りはだいたいできるんじゃないかな。垂直だったらいいな。そして5番目、ロングジャンプ初級。これはどういうことだろうな。どういったテクニックかちょっと想像ができませんが、ロングジャンプ上級1、上級2もありますね。そして最後、アイテムを使って飛ぶ1、2とありますね。アイテムを使って飛ぶのは少し想像ができるけど、どうです、みんなできるかな。はい、ちょっと頑張りますんで、応援していただくようよろしくお願いします。さあ、シュカボチャ頑張るよ。あ、これチェックポイントになってるから、これ触れればいいのかな。はい、セーブがつきました。そして、これなんだ、ボタン。1と 0.5。お、これはお手本動画が流れる感じかな。なるほど。この壁を掴んで移動していくやつね。ねじってねじって移動していくタイプのやつか。これだったらちょっとできるかもしれない。そしてヒントくれてるんだね。壁を掴む。そして左手を離して、体をねじる。左手で壁を掴む、右手を離す、体をねじる、右手で壁を掴むと。はい、これだったらできるかもしれない。この壁を使ってやるってことか。これはまあでもいろいろやり方ありそうだけど、一応やってみるか。せーの、はい、ミスってますけど、まあいいか。これで左手を離す、そしてぐるっと体をねじって左手で壁を掴む。今カチッって言いましたね。で、右手を離して体をねじって、はい、こういうことですね、きっと。これを連チャンでやっていけば、よいしょと、はい、カチって言いました。 OK、 よいしょ、はい、これを繰り返していけば一応進んではいけそうですかね。目が回るかな、大丈夫か、よいしょ。はい、今日はね、特に面白いことも言ってる余裕はなさそうでございますが、普段なら言ってるはずなんですけど、面白いこと、よいしょと。はい、これで体をねじって、よいしょと。久しぶりの一人実況なんでね、不安が残りますがね、面白いことは多分言えませんね、今回。ステージ的にも能力的にも。よいしょ、つかめる？はい、つかんで、さあぐるっと回って、よいしょと。はい、これでもう届くかな。よいしょ、まあいけそうだね。はい、よいしょ、はい、左手ついた、右手もつけて、よし、第一ギミッククリアやったぜ。これで多分チェックポイントを通過すればセーブつくかな。はい、ナイス、オッケー、やったぜ。そしてなんだっけ、これテーマは、左の車輪、あ、動画見ようか、動画、多分お手本動画が、はい、このカタパルトのやつか。はい、この投射機、投石機か。はい、こちらを、まあ、手でね、巻くのが普通だと思うけど、なんだこのテクニック、初めて見るな。左の車輪あたりを掴んで体をねじる。はい、え、ああ、なるほど、車輪で固定、体を固定して歩くことによって足で巻くのか。左の車輪あたりを掴む、体をねじる、 S を押して巻き上げる。はい、ちょっとじゃあやってみるか。車輪を掴む。ちょっと僕ね、あれだね。これ、こう、なんていうの、この辺歩いてれば確か行けたよね、これ。同じような原理だと思うけど。よいし
この辺ね、この辺をこう歩いてるとこれだけでも開けるんで一応これでもいいんだろうけど、なんだって車輪あたりを掴んで体をねじる、やってみようか。一応車輪あたりを掴んで、こういうこと、体をねじる、よいしょ。でちょっとこれ足が、あ、ちょプリチーなおちりがちょっとアピールされてますが、これで、あ、もうちょっと車輪の手前か、こっち側の、なんていうの、この画面でいう手前ぐらいを掴まないと、ちょっと足が行き過ぎてそうだね。よいしょ。せっかくだからこのテクニックも覚えたいな。車輪あたりを掴む。ほい。体をねじる。からの足、あ、こういうことか。了解。できた、できた。なるほど。これは早いね、確かに。ちゃんと手で掴んでることによって、体を固定していることで、最初にね、真ん中の透析器巻いたやり方よりも、安定して確かに早く巻けそうだね。そう、じゃあこれで透析器クリアかな。せーの、どっちだっけ、上げるタイプだった気がする、違ったわはい、まあとりあえず行けました、やったぜ、 OK、 順調ですね。ひとまずチェックポイント2クリアですね。はい、3面にやってまいりました。さあこれは何をするんだっけ。まあ動画ね、動画見るのが一番いいわ。はい、何、ジャンプ台を揺らしてるのか揺らしてるから湯なのかな、背中の文字。あ、違うか、結城さんだからか。作者さんのお名前が確か結城さんだった気がする。ああ、なるほど。自分でジャンプ台の勢いを発生させて高く飛べってことか。なるほど。板を掴んで上を向く。で、S を押しながら下がりながらってことか。何回かジャンプ。そして下を向く、繰り返して何回かジャンプ。どういうこと？とりあえずやってみるか。板を掴む。ん？ちょっと待って、覚えなきゃ。板を掴んで上を向く。はい。で、S を押しながら何回かジャンプ。下を向く。で、上を向いて、そうか。上を向いたり下を向いたりして、繰り返して勢いを発生させろってことか。なるほど。で、ジャンプ。了解。ちょっとやってみよう。真ん中あたりでやるか。せっかくだしね。黄色いあたりに。あ、でもこれどうなんだ？ここでジャンプしてるだけじゃさすがにダメ？さすがにここでジャンプしてるだけでは、上のね、浮島に届くような勢いは作れないのか。ということは、ちゃんと指示通りやりたいんだけど、まず掴んで、なんだっけ？掴んで下を向く、下がりながらジャンプ。こうか？で、下を向く、上を向く、下を向く。これできてますか？下を向く、上を向く。これはちょっとやったことないテクニックだな。なんかあんまり勢いがない気がするけど。はい。どう？これ。あんまり変わってないな、これ。あんまり変わってないぞ。どうやるんだ？下を向いて、掴んで下を向く、下がりながらジャンプ、上を向く、下を向く、上を向く、下を向く。これ合ってますか？はい。で、何回かジャンプ、何回かジャンプ、何回かジャンプ。はい。全然届いてないな。やばい、これ難しいぞ。ちょっとやり直した方がいいな。もう一回動画見るか。え？板を掴んで、お願いします。お手本、お願いします、先生。板を掴む、上を向く、S を押しながら何回かジャンプ、下を向く。ん？一回下を向いた方がいいのか、これ。上を向いて、ああ、なるほど。もう一回もう一回。上を向いたり下を向いたりするのも適当じゃダメなのか。タイミング合わせるんだな。しなりに合わせて。上を向いて、下がりながらジャンプ。で、下を向く。はい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 。なるほど。なんとなく分かってきたぞ。なんとなく分かってきたけど、いけるかな。ちょっと繰り返して練習するしかなさそうだね。ちょっとマスターしたいね、このテクニックは。まあ、できるだけ先端の方がいいよね。よいしょ。掴んで、掴めてるかぼちゃ。掴めてなさそう。かぼちゃ。ここね、掴んで、なんだっけ、下を向く。で、上げながら。よいしょ。こういうことか。よいしょ。どっちだ？
こうか。はい。ちょっと待てよ、待って、ま、違うな、ちょっと違う、ちょっと違う。ちょっと違うな、難しいぞ。実況してる余裕もないし。掴んで、下を向いて、この、しなりが上に行くタイミングで上を向くんだよね。だから、下がりながらジャンプ。はい。で、はい。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 で、こう。こう。なんかいけそう。なんかいけそうだった。ちょっと高くなったね。ちょっとだけ。ちょっとだけ高くなったけど、これを繰り返してやるのか難しいな。大丈夫か、かぼちゃ。頑張ってくれよ。下向いて。で、上向きながらジャンプ。はい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 。しなれ、しなれ。はい。さあ、しなってきた？はい。はい、はい、はい。はい！よしよしよし！いけ！高さは言ってたよね。こういうことだ。こういうことだ。掴んできたぞ。掴んできた。掴んできたけど、あと少し。もうちょっと前完成が必要だったか。下向いて、上向いて。下向いて、上向いて。はい。しなれしなれしなれ。よし、いいぞいいぞ。はいはいはい。こんなもんか？はいはいはい。はい！いけ！やったぜ！こういうことだ！できた！また一つヒューマンのプロに近づけたな、僕も。オッケー、ナイス！ヘロヘロだな、大丈夫か？かぼちゃ。はい、チェックポイント。そして、これは、壁登りのとこまで来れたかな？はい、じゃあ一応動画確認しましょう。先生、お願いします。簡単で遅い方法。1、壁をつかむ。片手を離す。体を揺らす。もう一方の手で少し上をつかむ。これは振り子式って僕が呼んでるタイプの壁登りかな。これ何式っていうのが正式なんだろう、みんなの名称的には。これは結構普段他のね、コースとかでもやらさせてもらってることもあるからできそうだね。こっちは何だろう。難しく早い方法。壁をつかむ。あ、垂直で登るタイプか。芋虫みたいな感じでね。芋虫なのかな？尺取り虫？はい。こう壁にね、垂直になる感じで上がっていくと、壁をつかむ。W を押し続ける。体を持ち上げる。手を離す。上を向いて、少し上をつかむ。下がる前に上をつかめればね、登れますから、壁は。じゃあせっかくだから難しい方を挑戦してみようかな。そんなに高くないしね、頑張る。はい。せーの。よいしょ。はい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 。よいしょ。頑張れ。かぼちゃ。頑張れ。よいしょ。下がるよりも、ちょっとだけ高いとこをつかめば。よいしょ。はい。登れるから。はい。よいしょ。はい。大丈夫か？ちょっと手が低いな。左手の位置が悪い。よいしょ。ちょっと振り子式で整えて。はい。はい。はい。よいしょ。はい。頑張れ。よいしょ。よいしょ。いける？もうちょいか。まあ、いいかも、ここまで来たら。はい。よいしょ。振り子式で最後は。よいしょと。はい。いけたぜ。壁登りは簡単だね。よしよしよし。次。これなんだ？半分ぐらいまで来た？これは何ですか？あ、ロングジャンプのところかな。ロングジャンプだね、きっと。なるほど。これ普通のジャンプでは多分届かないような隙間になってるんだね。足場がきっと。W だけを押す代わりに、WA か WD を押すか、これキーボードで言うとですね、斜めの方に入力しながら走ると、ヒューマンちょっと速く走れるってやつだね、きっと利用するのは。これはまあ、どうだろう。一応じゃあまず普通に W だけで進んでいくと、ギリギリ届きそうだな。ギリギリ届くのか。これ振り越し来て、じゃあ戻ろうか。よいしょ。ここもね、応用ですね。ヒューマン、応用テクニックで戻っていきましょう。ほい。よいしょ。ほい。よいしょと。さあ、なんとか帰っていって、あとはじゃあこっからロングジャンプで、頑張っていこうか。なんだっけ、W を押す代わりに WA を押しながら、WD を押しながらか。斜めに入力ね。斜め。歩幅合わせて。歩幅合わせて。ほい！
まあまあギリ届いたか。オッケー。斜めだとちょっと距離が伸びるってやつだね。速度が上がってるからね。さあ、そして次は、もっと距離が離れてるのか、これもしかして。ああ、なるほど。やっぱり隙間がさっきよりも開いてるパターン。ロングジャンプ2か。あのヒューマンの、なんか残像、影が、スタート地点の目印にするといい感じになるのかな。言葉で表しておくと、1番、両手を突き出す。そして WA か WD を押し続け、少し歩く。カメラを正面に向かって動かし続ける。ジャンプを押し続け、カメラを正面に向かって動かし続ける。最後のジャンプは地面の端でしてください。結構ギリギリなんだろうな。なるほど。じゃあ頑張るか。これでも、ああ、そうか。後ほど助走が少なくなるんだね。最初の足場は結構助走あるからいけるんじゃないかと思ったけど。まあまあまあやろうか。ここにまずスタート地点イメージ合わせて両手を突き出して、なんだっけ、WD かこれは。W を押しながら、あ、だ、いけないこれ。落ちるわ。WD を押しながら、え、これ届く？届かないな。カメラの向きがどうとか言ってたな。カメラの向きなんだって。あれ、チェックポイントあ、壁登りの上のチェックポイント取ってない？もしかして僕。マジで？もう一回壁登るのか。さあ、戻ってまいりました。壁登りのところからね、チェックポイント通過するの忘れてました。戻ってまいりました。両手を突き出す。WA か WD を押し続け、少し歩く。カメラを正面に向かって動かし続ける。ジャンプを押し続け、カメラを正面に向かって動かし続ける。どういうことだ？どういうことだ？うん。あー、なるほど。ふんふんって感じか。ふんふん。なるほどね。ふんふんね。ふんふんで。ふんふんでいくぞ、ふんふんで。よいしょ。スタート地点立って、違うな。あ、ジャンプするって言ってたっけ？ジャンプしてたよね。あ、ジャンプしてるの、ジャンプ、ジャンプ。了解了解。ジャンプでなんかおかしいと思ったわ。はい。じゃあ、こうして。はい。こう。こういうことね。あー、ギリギリ。壁登りでちょっとズルするか。よいしょ。ほい。よいしょ。お腹がつっかいそうだが、大丈夫か？ほい。よいしょ。ほい。よいしょ。さあ、ちょっとね、怪しかったですが、一つ目クリアと。そして、両手を出して、ほい。ほい。あ、これ届いてないか。いやー、ダメか。これはちょっと歩幅合わせる必要が出てくるね。ちょっと難しいぞ。なんとか登っていくが、届いてない証拠だしな、こうやって登ってるのは。ほい。さあ、この辺からスタートね。いきます。ほい。まあ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 。一応届いた？届いてないな、これ。足がついてないわ。よいしょ。まあまあまあ、一応ね、ギリセーフ、ギリセーフ。さあ、ギリセーフで、なんとかチェックポイント通過。応用だからね、壁登りとの応用と考えれば一応セーフ。さあ、続いては、これ、もっと遠くだよね。もっと遠くにやれと。両手を突き出す。WA か WD を押し続け、少し歩く。カメラを正面に向かって動かし続ける。これ、カメラが多分早すぎたんだろうな、僕も。正面向いてたもんね。ジャンプを押し続け、カメラを正面に向かって動かし続ける。最後のジャンプは地面の端でしてください。助走をね、うまく取って、はい、遠くに、さらに遠くに飛べと。そういったことか。これが多分ね、このシルエットが一つガイドラインになってるんだろうけど、ちょっと難しそうだな。どうだっけ。ほいほいほい。いやー、ちょっと惜しかったけど、ダメか。結構これしんどいぞ。体力奪われてるな、かぼちゃ。頑張ってくれよ。この辺に立って、ほい、ほい、ほい。いやー、勢いが死んでるか。もうちょっと、勢いを保持したまま行かないといけないから。よいしょ、頑張ります。ほい。あー、一応届いたね。一応届いた。いや、結構しんどいけどな。頑張れ、かぼちゃ。よいしょ。ほい。落ち着いて、ちょっとまず勢いをちゃんと整えて。はい。ほい。よいしょ。あー、かぼちゃ会社あんのか、ここ。よいし
掴んだか ?OK。はい。掴めないね。なんかちょっともしかして壁登りでは許しませんよみたいな。かぼちゃ返しがそろそろついてきたりしてんのか、これ。ネズミ返し的なね。よいしょ。はい、OK。はい。さあ、頑張れ。あ、ガイドラインがない。ガイドラインなしか。OK。頑張ります。はい。いやー、これはちょっと歩幅合ってなかったね、今。もうちょっと、崖端でジャンプするべきだったわ。落ち着いて。指に覚え込ませるんだ。そうか。あんまり斜めすぎても距離が遠いんだ。最後はやっぱまっすぐ向くぐらいをイメージした方がいいんだね。崖が長くなっちゃうから斜めだと。あ、まあ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 。ギリギリね。ギリ、ギリ九大点。ギリ九大点。先生はもう届いてたけどね。崖上まで。よいしょ。はい。落ち着いて、かぼちゃ。ほい。よいしょ。さあ、なんとか壁登って。よいしょ。はい。はい。よいしょと。ほいっと。はい。さあ、ここだ。問題はガイドラインないからね。難しいけど。頑張るぞ。行くぞ。ああ、まあ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 、惜しかったけど、まあ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 、これは、頑張って、ミスなく上がれば、一応クリアでしょ、一応ね。よいしょ。ギリギリ赤点は阻止みたいな。え、よいしょ。はい。はい。よいしょ。はい。さあ、なんとか、クリア OK。ね、ちょっと怪しいですが、一応クリアできましたね。 OK。 さあ、次は何ですか、これ。さあ、アイテムを掴んで乗る下を向く、ダブルとジャンプを押す。これはプロップフライってやつか。小物で飛ぶんだね。この人うまいな。めっちゃ上手だ。さすが先生だね。こんな綺麗にいく、こんな綺麗にいく。まずアイテム、これどうやって持ってる。あー、なるほどね。これでも確か、なんか僕の、あれだと、なんか歩幅とかをちゃんと合わせて持った方が良かった気がするんだけど、そんなことないのかな。あー、ちょっと動くタイプ?斧だった方が良かったな。はい。じゃあ頑張っていきます。とりあえず、まあ直線でいいか。せーの。ほっ!行ってくれ、カバチャ!頼む!ナイスナイスナイス!いけたね。オッケー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 。はい。これはいけました。ナイス。さあ、チェックポイント切って。オッケー。セーブちゃんと忘れない。そしてこれなんだ?めっちゃ上に矢印出てるけど。これ最後何すんの?動画動画。先生のお手本見て。またアイテム掴ん、何それ、なんで上がったの?どういうこと、どういうこと、なんかね、こう、あれかな?ファクトリーかなんかであったね、上昇気流みたいのに乗って、プロプライするとすごい飛ぶのはやったことあるんだけど、これなんて飛んでるの、最初に。アイテムを掴んで乗る、下を向く、ジャンプを押す。あ、違うわ、これジャンプ台があるのか。なるほど。ちょっと勘違いしてた。赤い足場はジャンプ台なのか。その上昇気流を利用して高く飛ぶのか。OK。これはちょっと似たようなことやったことあるから決めたいね。ぜひ一発で決めたいと思います。一発で決めるためにちょっと整えて。しっかり整えて。落ち着いて。はい。じゃあこれしっかり小物取ったんで、あとはこの上昇気流、赤い板がね、上昇してくれるはずなんで乗って、矢印の上、あそこがきっと目指すべき頂上だね。行きます。一発で決めます。はい。よいしょ。どう?どう?どう?頑張れ、かぼちゃ!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 なんか引っかかってるな、これ。なんか引っかかってない。かぼちゃ!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 耐えろ!耐えろ!飛べ!
お前ならやれる。かぼちゃ。かぼちゃ。かぼちゃ、どこ行くの？かぼちゃ。かぼちゃ。どこ行く？なんかあるぞ。下なんかあるぞ。なんかある。なんかあるな。なんかあるな。行ってみるか。ちょっと待って。あ、危ねえ。行けた。え、何ここ。なんか、え、どういうこと？卵、アステカの卵あるじゃん。アステカの卵あって、船。え、船、どっか行ける？船。よいしょ。あ、これ、あっちはスタート地点だね。画面奥は進行方向と逆だから、こっち。なんかあんのか？よいしょ。はい、はい。船はね、一応先頭を持ってなんか行きたい方向に押してれば行けますから、一応。よいしょ。あ、大丈夫、かぼちゃ。なんか行けないわ。偉そうなこと言って行けないわ。かぼちゃ溺れそうじゃん。よいしょ。かぼちゃ。バタバタしてる。やめてやめて。かぼちゃ。どうするこれ。上がれないんだけど。かぼちゃ、遭難してるけど大丈夫。アステカの卵と遭難してるけど、これいいか。なんかあまりなさそうだしな。あ、でもやっぱ動いてるね。そうそうそう。なんか船は先頭の方でやってれば行くから、ちゃんと狙ったとこに。え、この辺？ここになんかあったりする？ここ何があんの？よいしょ。ちょっと上、帰れるかぼちゃ。よいしょ。はい。よいしょ。はい、戻ってこれましたが、この上どうなってんの？上は何？上はなんだこれ、わかんねえな。上の方は一体どうなってるんでしょうか？この船は何か意味があったのか？多分これ意味ないな。これ多分ラストギミックっぽいもんね。ってことは、一旦これあれだ。リスポーンですね。リスポーン案件で。はい、戻ってきました。投石機は何か意味あったのかな？投石機は何か意味あんの？投石機、投石機これ。投石機をこのジャンプする足場に乗せると何か起きる？これで足場が何か起きたり？ダメか、引く力、ヒューマンは引く力。あ、あんま関係なさそう。ああ、投石機が荒ぶっておられる。これ違うな。絶対関係ないわ。普通にやりますか。今度こそ、頑張ります。ほい。ほい。さあ、一発で決めるぞ。多分なんか、足場に引っかかってたのかな、さっき多分ね。なんか上がんねえなと思ったから。足場、あの、浮島の多分、下に引っかかってたと思うんで。そこに引っかからず矢印あたりを目標に頑張ります。はい。下向く。はい。よいしょ。え、あんまり上昇できてない、今度。上昇気流に乗れなかったな、うまく。いや、むずいな。落ち着いて。ほい。さあ、行くぞ。もう決めるぞ。はい。よいしょ。いやー、矢印邪魔。矢印邪魔。いや、矢印が邪魔だったね、また。ダメだ。ちょっと難しい。お手本見直す？さあ、持って、ジャンプして、上昇気流中にうまく踏めないと、多分上がってかないんだな。W、押しっぱ、スペースはどうしてる？ちょっともう一回。W、スペースジャンプ。あ、押してないな。うまく踏めてればジャンプだけで上がっていけるんだ、とりあえず。なるほど。そこから位置調整。了解です。W をね、進行方向そこまで厳密に押してなくていいのか。よいしょ。ほい。掴んだはず、今度は。行くぞ。はい、下向く。はい。こう。上がれ上がれ。いいぞ。ああ、何？もちってる。飛んだけど？大丈夫？かぼちゃ。かぼちゃ。プロップがなくなったが、かぼちゃ。かぼちゃ。プロップがないが、かぼちゃ。頼む。行ってくれ。行ってくれ。行き過ぎてないか、行き過ぎて、どこ行くの、かぼちゃ。あ、なんかゴールできた。ちょっと違うけどね、これ。違うよね、これ。ちゃんとこれ、中にうまく入れていれば、このウォータースライダーじゃないけどさ、滑り台みたいなやつに乗ってこれたんだよね、きっと。これね。
どうしようこれ。いいか。この、なんていうんだこれ。ロート状ミニタイになってる。ここにうまく入ることができたら、まあ、一応綺麗にね、スライダー滑ってここに来れたんだと思うけど、まあでも高さは出てたからいいか。一応、はい、クリアということになりますかね。やったぜ。花火上がってる。おお、嬉しい。夏にぴったり花火上がってる。いいですね。初花火です、今年僕は。素晴らしい。おめでとう。あなたはもうプロだ。やったぜ。ゆうきさん、ありがとうございます。これなんかプレゼント選んでいいってことかな。なんか大きいプレゼントから小さいプレゼントまで噛んでるけどね、プレゼントまでいろいろありますけど、これはじゃあせっかくだから大きい方のプレゼントを持ってこうか。これ多分ゴールあるよね。ここほら、ヒューマン君、ボブ君の後ろが滑り台になってるから、これ持っていこう。持って、さあ、じゃあせっかくにね、せっかくゴールした記念にこの大きなプレゼントを持って、はい、最後ゴールに行こうと思います。いけるか。はい、どうですか、かぼちゃくん、かぼちゃくん、かぼちゃ、よし、そうさあ、プレゼント持っていこう。ゴールのね、証にこのプレゼント持って、ウォータースライダー滑って、さっきはね乗れませんでしたから、かぼちゃ、さあ、そして、あ、つかかってる、あ、これマジか、つかかってる、大丈夫、 OK、 はい、はい、さあ、いけ、かぼちゃ、やったぜ、ゴーイ、船に当たってる。さあ、え、ああ、よかったよかった、ゴールやったぜ。なんかバグったかと思いましたが、はい、とりあえずクリアすることができましたね。はい、これでもう僕はプロのかぼちゃですね。